ね、さだまさしさん大好きです。実はですね、5月13日の12日のブリックホールですね、さだまさしさん の全国ツアー、45周年記念の全国ツアーの初日ブリックホールなんです。で、私は他力本願なので、お友達に、いやよかねーとかで言ってたらですね、チケットはファンクラブ先行とかいうやつで取ってくれてですね、なんとですね、最前列なんですなので、白いハッピと双眼鏡を持って、これ2人並んで最前列に座ってると、きっとさださんがいじってくれるだろうなという淡い期待を抱いてですね、はい、それの前夜祭を自由飛行館でさせてもらおうと思っています。ではさださんの曲を、女性がなんか一番好きというかですね、なんかテレビに出てる女の方が、いや私さださんの歌の中でこの肩恋がね一番好きなんですよなんて言ってました。肩恋を聞いてください。届かない心がある、こんなに苦しくても言えない言葉がある、ときめいて憧れて聞こえない声で叫ぶ、暖かい氷
では、